回の動画は、最近気に入っている塩レモンの紹介と、近所のワイナリーへ天気のいい日の春を楽しみに行った様子をお届けします。3月中旬頃から咲き出した木蓮。満開になる頃に野鳥をいつもよりちょっと可愛く撮影したいなぁと思っていました。そこで今回このカップを使って簡単に可愛くできる野鳥用の餌を用意します。こちらはチャリティーショップで30円ぐらいで見つけました。餌は市販の野鳥用のファットボールです。これをカップに入れて鳥が止まれるように枝を刺して冷やし固めるだけです。枝はある程度餌の量が減ると落ちてしまいますが、地面に置いておけばこんな感じでとっても綺麗に最後まで食べてくれます。ところで、こちらのロビン、木蓮が開花する頃には、実はもう我が家からいなくなってしまいました。ちょっと寂しいですが、また春や夏の鳥がやってくるのも楽しみです。さて、実は湯煎で溶かそうと思ったのですが、すっごく時間がかかりそうでしたので、レンジで30秒温めて溶かしました。最近、塩レモンというものを作ってみました。この塩レモンは、モロッコの伝統的な調味料のようで、どうやらアレンジ次第でいろんなお料理に活用できるようです。作り方は簡単で、レモンと塩をつけるだけ。皮ごと使うので、レモンは無農薬のものを使い、ヘタを取り除いたら十字に切れ目を入れます。レモンの重さの 15% の塩をレモンの切り口に入れて、煮沸消毒した瓶に詰め、2週間ほど熟成させたら出来上がりです。実はこちら、約3ヶ月間熟成させました。なぜかというと、瓶の底を見たときにグレーの沈殿物があり、カビてしまったと思い、そのままやる気がなくなっていました。ただ、よく考えると、私が使った塩はもともとグレーがかったものでした。最終的には
匂いも味も問題なかったので、塩に含まれる何らかの成分が沈殿したものかなと思っています。私はこの塩レモンを今回ペーストにしてドレッシングにして食べるのが気に入っています。小さじ1の塩レモン、小さじ半分の砂糖、大さじ1のお酢、大さじ2のオリーブオイル、胡椒を混ぜました。お酢はここではリンゴ酢を使いましたが、米酢も良かったです。サラダには今が旬のホワイトアスパラを茹でたものも入れてみました。夏はお庭で栽培したキュウリを使って、浅漬け風のお漬物みたいなものもできないかなと思っています。ネットにいろいろとレシピもありましたので、皆さんもおすすめがありましたらぜひ教えてください。4月中旬、この日は近くのシャトーで飲みの市が開催されるというのでちょっと見に行ってきました。こちらのシャトーは以前秋の散策で紹介したソーシニャックにあります。私たちも実は初めて来るのでどんな感じなのか楽しみです。どうやら邸宅のある付近で軽食なども販売されているようですので、ちょっと行ってみましょう。今回はブロカントのイベントということで、たくさんの植物が販売されていたり、軽食やカフェを楽しめたりできるスペースがありました。後でチョコレートワッフルを食べることにしました。さて、この中はこちらのワイナリーのお店のようです。とっても高い天井からワインボトルなどがランプになって吊り下げられています。丸っこい形のものはダムジャンと呼ばれるワインを醸造するときに発酵容器として使われるものだと思います。ワイン用のお買い物カゴもとっても可愛いです。まさにワイン生産者らしいアイディアで面白いなぁと思いました。店内にはちょっとしたブロカントも販売されていました。
この右側の丸い瓶が先ほど話していたダムジャンです。家からほんの5分の場所ですが、なんだか小旅行に来た気分になるような時間でした。こちらの動画をご視聴いただきありがとうございました。